オーケー、これでいこう。きたー。さあ戦いましょうや。アベンジャーズ、ホロライブアベンジャーズ来ました。これがホロライブだ。フォラカだけ圧倒的、フォラカが一番強そう。イエーイ、皆さんお待たせしました。試合がついに始まる。あ、フォラカ戦。フォラカが来たー。オマル・フォルーカー。やはりフォラカ選手は一番の貫禄を見せてくれております。スーパースター・フォルカ、フォルカの入場がいっちゃん好き。存在がもうスーパースターだもん。一番貫禄あるわマジで。うわー、来るぞ来るぞ。うわー、フォルカ素晴らしい、かっけー。やっぱりね、本当にステージを沸かすのが一番得意なホロライブメンバーといっても過言ではない。あ、来た、我らがリーダー、ムキナーゼ。いやー、先日もね、あのゲーム大会で本当に貫禄を見せていただいた我らがリーダー、ムキナーゼ。惜しくもね、1位を取れなかったけど、悔しさは一番感じておりました。みほはあきちゃんが大好きです。今日も頑張っていただきたい。イエーイ。今日もやる気満々やね。次は誰が来るんだ。ホロライブプロダクションかな、ホロライブプロダクションかな。来たー。スマちゃんだ。ファーストもしっかりしている。動きが解釈一致だ。動きがね、あのスバルちゃんも 3D になるとね、動きの可愛さが特に目立つね。そんなあのホロライブメンバーとなっております。で、今日も可愛いな、こういうところがベスバルを感じる。いい笑顔だ。何度マグマをこぼしてきたか、燃えた数は数知れず、サクナミコの通りです。かっけー。イエーエリカミーコー、にゃっはやー。うお、貫禄がすげー。あっちはあっちだぜ。今日も燃やしていくぜ。今日もあの改善したんで、みこめっちゃ似てるし、あ、来た、星町水星、ホロライブの歌姫、そしてサイコパスでも有名です。今日はどのぐらいボコボコにしてくるのでしょうか。前回のバトルのワイヤルでは堂々の1位でしたね。うわ、今日も距離の負をしていくのか。あ、ちゃんとね、あの下のねスパッツもねちょっと変えたんですよ。そう、似てない、いい感じじゃない。ちょっと始まった、始まった、すいません。おら、昨日はもろ出し MVP 同士先生堂と戦おうや。おら、すまちゃん上がってこい。今日こそはミコ一番最初に落ちたくない。今日こそ最初に落ちたくないです。あれも、あれスマちゃん、あれあれスマちゃんもしかして消えた、あれスマちゃん消えた、もしかして、あれスマの
していく。今日は巫女がナンバーワン取るからな。おれーあちゃ、やめてください。アディーガー、アディーガーやめて、アディーガーやめて、アキちゃんやめて。ちょ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 、やばい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 。なんとか前回のメンバー、あ、ポルカが今日は暴れてますね。ちょっとポがちょっと暴れまくってますね。ポルカみんなと並ぶと体格差の違いですごいですね、これ。すげえ、ポルカがスイちゃんワンパンで倒していく。これはポルカ選手今日強いのでは、かなり決まってるのでは。負けず嫌いのスイちゃん、ポルカを持ち上げた。なんて怪力だ。そしてポルカが司会していく。いいよ、あーやばい。頑張れ。今日誰が勝つんやろこれ。やばい、無機物回復している。あ、これがスイちゃんを潰しに来ている。前回の仕返しなのか。あ、いけスイちゃん。おお、かわすのうまっ。やばい。あ、スイちゃんがボコボコに。ポルカ強い。